今まで投稿したやつにコメントがねたくさん来てるんですよ。ありがたいことに結構ね寝る前とかねチラチラ見たりするんだけどね、また見ると増えてるからねゆきた100日後に生まれ変わるデブさん。ぷよぷよって謎に中毒性があって泥沼にはまることがある。とことんぷよぷよってモードを私結構昔やってたんだけど、あの一人でずっとさコツ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 ひたすらやるやつ。あのとことんぷよぷよって確かすっごいハードなレベルをやると、なんつうの、今までだったらこういう状態で来てて選べるのよ。サカ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 、そうこうやってできるじゃない。それがさもう一気にチュッ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 ってなってるからさあれはねマジで本当に慣れないと何が起きてるか分かんないと思う。だからもうぷよぷよはね本当中毒性ある、高め、ハマったなんかなあー、ここもダメキット、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 危ないあー危ない、なんか乗れてる。ごまきのギルド、今回も始めていきます。今からね、キリンに挑戦するんだけれど、あの角が折れてるキリンなんだよね。でやっぱキリンはさ、あの気絶させられて身動き取れてない時にさバチバチやられて気づいたらっていうね、ああいうのがあるんで、平らの装備は持ってこうかな。さて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 、よし大木くん行くぞ。とりあえずキリンさんを探すべく、私は今ここでしょ。キリンさんどこにいるかな。ああもうそろそろな気がするよ。どこだどこだどこだ。あ絶対絶対あそこら辺じゃねえの。違うのかな。ああいた、いました。後ろを向いて歩いています。ほらピンチになってるよ。見えなかったよ範囲が。あーあーここもダメキット、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 危ない。ああ微妙に片っぽいね、慣れ使えないの。なんと思うな、いいところ。雷くらっちゃうと結構でかいからね、気をつけながら立ち回るのとやばい。危ない危ないパターン、飛んで、たまにさキリン澄ましてさ歩いてる時あるじゃん、なんかハンターとかガムシで、あれ何なんだろう、いきなりわけわかんない感じで泣きながら。危ないですよね、ですよね、あー危ないよー、あーナイスタイラル私が今はめてるんですけども、
危ないどっちに逃げたらいいのよ。もう勘弁してよ。危ない。なんか漏れてる。頑張れ、落とされるな。頑張れ、耐えろ、行け。ダメ、バランスタン取りたい。けど無理かも。まだ、おいどうした失敗したのか、成功したのか、これいつの間にか。なんでだろう、成功してるわけないの。フィールドが広すぎてキリンとの追いかけっこがめんどくさいところですね。こういうのをずっとやってるとさ、フィールド1個でいいんじゃないかって思うよね。競技場みたいな、フィールドの、え、何、なんかすげえ落とされた。結構遠いとこまで落とされてしまったんですね。私は本当にいました、ここにやつがいたよ。何してよ、本当に。できなかったね。アイスボーンに来てから最近のプレイの中で一番安定してたかもしれない前もキリン相当やってたからね。記憶がやっぱされてるんだろうね、なんとなくな動きがね。よし、とりあえずじゃあキリンが上手にできましたので
最近の中ではね。次はなんとなく分かってんだよ、誰が来るか。嫌いなやつなんで、こんなうまいこといかないのは分かってるので、なんとか頑張れるように、皆さんもちょっといろいろコメントください、応援してください。というわけで、このチャンネルが楽しいと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ